静岡空港は静岡県の牧野原市と島田市にまたがる地方管理空港である。静岡県を代表する名所である富士山から取り富士山静岡空港という愛称が付けられている。指定の良い日には愛称のもととなっている富士山を空港から望むことができる。なお、羽田空港からも富士山を望むことができる。 飛行場空撮静,静岡空港周辺の空中写真。2013年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに、作成1987年、静岡県知事斉藤茂義により、島田市旧灰原郡灰原町への空港建設が決定された。1996年の運輸大臣亀井義行による設置許可を得て、 整備が開始された。2009年3月に開港予定だったが、空港近隣にある伐採対象外の樹木が航空法の制限に抵触する問題があることが2008年9月に判明。翌10月、暫定的に滑走路を短くする工事を行うことが決まった。そのため、延期されることが県より公式に発表され、2009年6月4日に開港。 なお、2500メートルへの延長工事は8月27日に完成した。総事業費は約1、900億円。そのうち、空港本体の事業費は約490億円。空港整備特別会計からの国庫補助金は約245億円であり、約1、655億円が静岡県の支出となる。 地方空港が過剰となっている問題のため、日本国政府が離島以外の地方空港新設を抑制する方針を打ち出していることから、マスメディアなどから最後の地方空港と呼ばれている。開港当初は年138万人の需要を見込んでいたが、就航便の伸び悩みから2010年には2017年度に70万人の目標へ下方修正した。国際線の就航は、 2014年7月末の時点で3度先週13便だったのが2015年7月末時点では13度先週47便と大増した。特に県からの多大な補助金注入などのため中華人民共和国からの国際線が多く就航しており同月以後もチャーター便の増発や新規就航が検討されていた。2016年からは国際線の減便が続いたが 2013年度より国内線の前年実績超えが続いたことで2018年度は初の登場者70万人台を記録した。富士山静岡空港という愛称が付けられているがターミナルビルから富士山山頂までは直線距離で約8 0トル離れている。なお、羽田空港から富士山山頂までは直線距離で約9 6トルである。 富士山静岡空港株式会社静岡県は空港運営会社に第三セクター方式による出資はせず指定管理者制度等の枠組みを用いて空港の運営を民間会社に行わせる方針を取った。主に県内の民間企業12社の出資により設立された。牧野原市の西原茂樹市長は富士山静岡空港株式会社への出資の意向を表明した。 その後、富士山静岡空港株式会社側も経営に関与しないことを条件に、牧野原市から出資を受け入れることを表明した。株式会社 SAS2008 年3月6日、鈴代と静岡鉄道は共同で空港でのカウンター業務や機体誘導など地上業務を支援する新会社、静岡エアポートサービスを設立した。静岡県は、 静岡空港の運営収支は2018年度まで10年連続で赤字だったと算出している。従前実施してきた県一般会計からの補填は民営化した2019年度以降は一部を除き行わない。一方で2018年度だけで370億円の経済効果があったと推定している。建設中の静岡空港、建設中の静岡空港、 開港にかけての経緯は、静岡県庁ホームページ内、富士山静岡空港資料室など参照。エプロン大型ジェット用に、中型ジェット用1、小型ジェット用も旅客ターミナル鉄骨3階建て、延べ床面積約1万1400平方メートルガラス張りの中央部木抜け部の向きを、富士山眺望方向に向けてあるのが特徴。1階に、航空会社カウンターと到着ロビーや、 観光案内所、コンビニエンスストアが入り、2階に出発ロビー、売店とカフェ、フードコート、ラウンジなどがある。3階バルコニーに展望デッキが配置されている。空港ラウンジカード会社によって提供されるラウンジが設置されている。ビジネスジェットターミナル旅客ターミナルビルとは別に、ビジネスジェット利用者用のターミナル施設がある。専用受付、ラウンジ、VIP ルーム、 乗務員用控室が設置されている。格納小幅73メートル、奥行き50メートル、高さ17.4メートル。ビジネスジェット機の専用ラウンジを併設。富士ドリームアビエーションエンジニアリングが運営。ボーディングブリッジ4本打ち、スポット1のボーディングブリッジには、飛行機との接続口を自動で上下式体保護と、 搭乗客の安全を図るセンサーが全国98の空港の中で初めて取り付けられている。静岡空港では2016年から2019年にかけて改良工事を行い、ボーディングブリッジが増加した。駐車場、約2000台展望デッキ、広場空港東側に石運院展望デッキが整備され、無料の定着コーナー、カフェコーナーも設置された。また、 空港の東西に展望広場も整備されている。礼拝所誰でも自由に礼拝ができる男女別の礼拝室が設置されている。富士ドリームエアラインズがこの空港を商店空港として運航している。シークエンス航空。航空会社が2社以上の場合、最善の航空会社の機材、乗務員で運航する共同運航便。 静岡空港に着陸したフジドリームエアラインズのエンブラエル170航空会社が撤退した定期就航路線航空連合は浮きの通り SA スターライアンスをワンワールド ST スカイチーム5松のは格安航空会社就航予定路線の実際の就航は予定より遅れることがある就航都市編集航空会社が撤退 または運休中の定期就航路線2019年の乗降客数は全国92空港中39位、着陸回数については5702回で全国109空港中37位であった。全日本空輸グループ全日本空輸グループは2007年7月に新千歳、那覇線へ各一便の就航を表明した。ANA の山本峰夫社長は 2008年1月23日の記者会見で静岡成田線の路線展開の可能性があると述べた。2008年4月22日、新千歳沖縄便の運行計画、ダイヤ、機材が公表された PR7。沖縄、札幌を一往復するスケジュールでありボーイング737から500型機 またはボーイング737から700型機でエアー日本に ANA 本体に九州による運航で就航している。日本航空に対する搭乗率保障などについて全日空は不公平であると主張していた。静岡県は沖縄便の着陸量を減免することとした。二千十三年春大夜以は機材を大型化し、ボーイング三十七から八百型機で 運行中。富士ドリームエアラインズ鈴あえは2008年6月、静岡空港を拠点とする地域航空会社、富士ドリームエアラインズを設立した。新地と世戦と福岡線を、各一日三便就航するとしていたが日航と全日空の道路線への就航表明を受け、競合する路線への就航を回避し、仙台、成田、羽田、新潟、松山、小松、 熊本、鹿児島など競合しない路線への就航を検討することとした。2008年7月、小松、熊本、鹿児島へ2009年夏をめどにエンブラエル170で就航させることを発表した。2010年1月、同年4月1日から日本航空が撤退する札幌と福岡へ就航することを決定した。当初は札幌一往復、 福岡3往復とし、福岡線については4往復化を図るものとしている。2016年6月4日より札幌便を夏季季節運行にて週2便で開設。静岡札幌線としては同じく夏季季節運行で週5便運行する札幌と合わせて毎日運行となった PR8。報道では新地とセビンが好調であることから就航日が 重ならなければ、一定の需要が見込めるとしており、岡玉空港発のジェット機による定期旅客便となった。日本航空グループ、日本航空グループは2005年5月、静岡空港への乗り入れ、その他静岡空港の整備、利活用について協力することで、静岡県と合意した PR9、PR10。その後、2007年7月の全日空就航表明を、 受け就航路線便数について再検討した結果、同年10月31日になって静岡県と改めて覚書を交わすことで合意したとの発表を行った。この中で静岡空港開港時から新規乗り入れを行うこと、予定路線及び便数は静岡札幌線1日1往復、静岡福岡線1日3往復であることを明らかにした。 当初、機材は、マクドネルダグラス MD-90 とエンブライル170を使用していたが、搭乗率が低迷し続けたため、福岡、札幌のすべての便を座席数の少ないエンブライル170で運行することを決めた PR、PR11. その後、搭乗率の改善が見込めないこと、日本航空が経営破綻したことから、2010年3月31日をもって、 静岡空港から撤退した。同年4月1日から、福岡便、新地とセともに、富士ドリームエアラインズの運航便によるコードシェアを行っている。大韓民国、アシアナ航空は2007年8月8日、静岡県庁で、ソウル、新川線の1日1便の就航を正式に表明した PR12、PR13。2008年6月27日。 運行スケジュールを発表し、エアバス A321 から200にて運行することを発表、PR14。なお、2010年3月28日から10月30日の、柿ダイヤに限り、毎週金曜日についてはボーイング767から300で運行された。大韓航空も就航する意向を表明し、2008年12月22日に、ソウル、 新川線へ1日1便、ボーイング737から800にて就航させることを決めた PR15、PR16 PR。しかし日韓関係の悪化などで利用者数が減少し2014年3月28日をもって運休し、静岡空港から撤退した。2019年5月10日には格安航空会社、 LCCJ ジ航空静岡ソウルインチョン線を週4便で就航開始した。2019年9月30日にはエアソウル静岡二川線全便運休する見通しを明らかにした。中華人民共和国中国東方航空は2008年10月、上海、歩道から週4便での乗り入れを申請12月に認可された。当初、当期は週2便。 夏季は週4便の運行を基本とし、2012年6月18日からは、武漢へ延伸された。2014年7月5日から10月9日まで一時的に、毎日運行に増便、PR17、PR18 した後、2015年3月29日のサマーダイヤから正式に、上海経由武漢線のデイリー化がなされた。また、同日の新規ダイヤから、ネーハも、 週2便で新規就航した PR19。その後中国の訪日旅客需要の増加を受け、同社は2015年に入ってから、ネイハ線の週4便への増便を皮切りに、雲州南京への新規定期便就航、及び、上海線のダブルデイリー化と急速に路線を拡充させており、7月末時点の静岡空港で最も多くの国際路線便を就航させている。 航空会社となっている。天津航空は2013年後半から主に観光目的で日本へ行く中国人が増加したため2014年5月28日に天津からのチャーター便を運航し始めた。当初は同年10月25日までの一時的な運航を予定していたが運航状況が好調なことから運航が定期化し二千十五年一月十八日に 天津船として正式な定期便となった。その後、2015年5月15日のダイヤ改正で新たに西安便が週2便で就航したものの旅客数の減少で撤退、2016年3月現在天津船州3便のみの運航に減便となっている。中国南方航空は2012年1月から調査へのチャーター便を定期的に運航してきたが、 中国の訪日旅客需要増加を受け、2015年から新たに定期便として乗り入れるようになった。同社は2015年5月から6月の短期間に新規の定期路線を4線まとめて就航させる予定を、立て、武漢、南寧、定州、調査と順次就航、したが、定州、調査は廃止、武漢、南寧についても2016年3月現在、 旅客数減少のため長期運休しており、事実上静岡空港から撤退している形となっている。北京首都航空は2014年に甲州との定期チャーター便の運航を始めた。当初は2015年3月28日までの運航予定であったが、校長のため期間を超えても運航され、同年7月2日から定期便に昇格している。2015年に 天津航空が静岡西安線を運航していて2016年から2018年の時は運休が多かった。2019年の7月1日には四川航空の静岡西安線が新規就航した。中華民国開港から2年間で112便の台湾行きのチャーター便が運航された。静岡県はチャイナエアラインに対して定期便化を働きかけ、 同社は2012年3月25日から台北、東円線を週3便で就航した。その後、2013年3月31日に運航スケジュールが改正され週4便に増便されている。2018年が5月13日から機材繰りのため週2日減便する見通しを明らかにした。チャーター便開港2年目の2010年から韓国、 富山との定期チャーター便がアシアナ航空によって運航された。運航開始当初に冬の季節運航へとつなげていくとする考えが示されたが東日本大震災や一方で中国との定期チャーター便は過去に天津、調査、杭州の各便があったが定期便に昇格したためこちらも2015年7月1日を最後に消滅している。 その他チャーター便としては旅行会社各社によるチャーター便が不定期であり今までにハワイ PR20 および東アジア、ロシア、モンゴル、東南アジア方面への飛行実績があるとして反対署名活動が起こされていた公式サイト交通アクセスも参照直線距離で 静岡市中心部から約3 0トル浜松市中心部から約4 5トル沼津市、三島市から約7 0トル離れている。静岡空港シャトルタクシー静岡空港開港時に以下のような問題点が指摘された。2012年3月時点では、いずれも解決されている。静岡空港の完成と富士山静岡。 空港サポーターズクラブ富士山静岡空港を応援するための個人会員組織である富士山静岡空港サポーターズクラブが富士山静岡空港利用促進協議会により運営されている会員になるにはメールアドレスが必要で会員登録をすることにより以下のような特典が受けられる空港アクセスの改善広報資料プレスリリースなど一時資料編集 ありがとうございます。